こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、我が心のクラブの一つマンチェスターユナイテッドの新時代を作り上げてくれようとしているサー・ジム・ラトクリフが狙っている補強候補についてお話をしていきながら、その候補に上がる選手たちについて私松の個人的な意見とおすすめしたい選手なども紹介していきたいなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速行っていきたいなと思います。すでに赤い悪魔のサポーターの方々はですね、こういった報道を目にされているかなと思います。サー・ジム・ラトクリフを含めた、マンチェスターユナイテッドの新フロント陣が、マンチェスターユナイテッドに新たな選手を獲得するベースとして4つのポジションに人を加えたいという報道です。ハリー・ケインのように得点を取れるセンターフォワード、8番のポジションを担える選手、最終ラインのリーダーとして振る舞うことができるセンターバックと右サイドバック、以上4つのポジションでございます。まずは1つ目、ハリー・ケインのように得点を取れるセンターフォワードということで、現時点では、マンチェスターユナイテッドにはラスムス・ホイルントという、センターフォワードがいます。で、控えとしてはマルシャルが控えてはいるんですけれども、マルシャルは、皆さんもご存知かと思いますし、もしかしたらこのラジオが、投稿されている頃には、移籍先が確定しているかもしれないんですけれども、現状、トップチームのスカットにほぼ絡んでおりませんし、エリク・テンハグも売却候補の一人として考えているという報道が出ております。直近のスパーズ戦に関してもベンチにすら座っていなかったということなので、間違いなく指揮官が選手本人にこの先センターフォワードを獲得することになると、そうなればマルシャル君の出番はなくなるというふうに伝えているということだと思うので、センターフォワードの補強っていうところはやっぱりテンハグも求めているし、フロントもそれを発言しているというふうに言われているので、誰かしら来るであろうと。で、それが1月なのか、来シーズン開幕前の夏なのかっていうところなんですけど、皆さんもね、おおよそ予想は立ててると思うんですけれども、やっぱり1月のマーケットで取れるセンターフォワードと夏のマーケットで取れるセンターフォワードは当然大きく変わってきますよね。シーズン途中にやっぱりストライカー抜かれるのは、抜かれる立場のクラブからすると大きな痛手になりますので、それこそ今好成績を残しているチームであればあるほど抜かれることは絶対に嫌がるので、選手としてもそこね、今在籍しているクラブに対しての恩義があるはずなので、多分抜けないんですよね。となると現実的に考えて夏しかなくなるので、じゃあ冬のマーケット、じゃあ我慢するのかって言われたら、テンハグとしてはもうマルシャルを売却する方向で進めているので、ホイルンド1枚でやりくりするのは厳しいと、どうにかしてセンターフォワードを取ってくれ、でなおかつ、マンチェスターユナイテッドの基準を満たすようなセンターフォワードを取ってくれっていうことになってると現時点で思うので、僕が、現状のマンチェスターユナイテッドのテンハグの求めているものを満たしながら、また来季以降もそのレベルのセンターフォワードを確保するっていうことをもし本気で目指しているのであるとするならば、僕は1月のマーケットで大型センターフォワード、特に若いセンターフォワードを取るとか、欧州各国で、成績を出しているセンターフォワードを取るっていうことは難しいと思うので、僕がフロントの陣営だったら、今噂に出ているレベルのセンターフォワードで、なおかつ世界レベルのセンターフォワードだったら、もうベンゼマしかいないと思うんですね。で、ベンゼマを、1月のタイミングで獲得して半年間のレンタルっていう話が出てるんで、その期間まずは契約する。で、買取オプションが付随するのかしないのかっていうところはアルイティハドと、交渉する形でいいと思うんだけれども、半年間しっかりとホイルンドの、負担っていうところを減らしてあげて、ホイルンドもあれだけストイックに、プレーできる選手なので、多分ベンゼマからいろんなものを学ぶと思うので、
まあ、そこはまずしっかりとこの短期間は彼ら2枚で回す。で、今シーズンの出来次第で、ベンゼマの買い取りっていうのを、まあ、決めたり決めなかったりっていうところにして、来シーズン開幕前に、センターフォワードをまた取りに行くっていう方向に進むことができるのが一番テンハグの望みを叶えることもできるし、長期的なセンターフォワードの獲得っていうことも進めることができるのではないかなと思うので、まあ、夏に誰を取るかっていうのは、他のポジションに人を取らなければならなかったりするので、予算次第にはなるので誰がいいかって言われるとすごく難しいところではあるんだけれども、まずは6ヶ月っていう短期間、カリム・ベンゼマをまずはローンで借りる。で、夏になって、まあ、セール・ギラシを取るのか、まあ、ブロビーを取るのか、オシムヘン取るのか、ボニフェイス取るのか、サンティアゴ・ヒメネスなのか、まあ、もしくはギケレシとかオペンダとかブラホビッチとか、あとは個人的にいいかなって思ってるのはレバンドスキー。やっぱりバルセロナでね、あまりいい状態じゃないというか、まあ、評価もちょっとこう落ちてきているようなのであれば、まあ、使い方次第でめちゃくちゃ大きく化けるし、しっかり役割与えてあげたりとか、しっかりと前に運ぶことがね、まあユナイテッドもそこまで前に運べてないんでね、まあ同じような評価になってしまうんじゃないかなと思うんだけれども、でもバイルン時代にはしっかりと前に運ぶ形バイルンが作り上げていたので、そうなった時にレバンドスキーはやっぱりね、掘り込んでくるボールに対してはめちゃくちゃ綺麗に合わせて点取りますから、そこを期待する上ではね、すごくいいと思うし、あとはワトキンスとか、イヴァン・トニーとか、あとはメフディ・タレミとか、ね、エヴァン・ファーガソンとか、まあ、あと噂に上がってるのはザークツィとかね、ザークツィとか、まあ、ジョナサン・デイビッドとか、まあ、このあたりをまた、夏のタイミングで、まあ、取りに行ってもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ、その中でじゃあね、誰が一番いいんだって言われたらね、難しいんですけど、僕だったら夏のタイミングでギラシ取りに行きますね。半年間ベンゼマ借りて夏にギラシ取りに行きます、僕だったらね。はい、やっぱり他のポジションにお金を使いたいので、やっぱり、ボニフェイスだったりとか、オシムヘンとか、多分このあたりは相当高い金額がつくので、ギラシはやっぱりね、比較的安い値段が設定されてるみたいなので、まあ、彼とかの方がいいんじゃないかなと。あとは単純に、まあ、テンハグのスタイルを含めて、まあ、カウンターの方がやっぱりユナイテッド点取れてるんで、そこの抜け出しのところでしっかりとね、能力と高い、駆け引きできるセンターフォワードが必要だと思うんで、ギラシかなと思いますね。はい、そして続きまして8番ということで、まあ、中盤攻撃的な、まあ、タクトを振るうと言われているポジションの、まあ、選手ですけれども、まあ、過去にも僕は何度も話してるんで、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、僕は正直中盤の選手はもう取る必要ないと思ってるんで、僕だったら正直8番取らないんですよ、僕だったらね。ただ今回はこういった報道が出てるんで、まあ、8番のことについては話すんだけれども、僕は8番に使う予算があるんだったらセンターバックだったり右サイドバックだったりとかにお金を使うべきではないかなと思ってますね。はい、まあ、とはいえど、まあ、今回ね、まあ、8番取るよみたいな話が出てるんで、まあ、候補っていうところもね、まあ、絞って考えていきたいんですけど、まあ、多分8番といっても、まあ、テクニカルな選手の可能性ももちろんあるんですけど、まあ、フレンキー・デ・ヨングを一時期求めていた監督なので、多分運べる選手が欲しいと思うんですよ。となると、まあ、ニースのケプラン・テュラムだったり、エバートンのアマドゥ・オナナだったり、ユベントスのラビオだったり、あとは噂に上がってるのはジョアン・ネベス、まあ、彼はちょっと高すぎるかなと僕は思ってるんですけど、まあ、彼だったり、あとは、エデルソン、アタランタのね、エデルソンだったり、あとはクアンティン・ティンバー、フェイノルトの、まあ、この選手だったり、あとハビゲラとかになってくるのかなと思います。まあ、その中でもね、ケプラン・テュラムとかは当然ね、まあ、取りやすいでしょうし、
まあ、オナナとかもエバートンの状況次第では取れなくないと思います。でラビオも契約満了が近づいてるんで再び、プレミアリーグへの希望を一時期、まあ、コメントでも出していた選手なので、マンチェスターユナイテッドが彼の高額な年俸要求、特にまあ彼の代理人がねお母さんなので、まあ、そこがちょっと厄介なんですけど、まあ、そこを受け入れることができるのであれば、まあ、契約してもね能力は高いですから、攻守両面にしっかりと躍動できますからとってもいいと思うし、でジョアン・ネベスはね先ほどもポロッと言いましたけど、ちょっと値段が高すぎるんで、僕は取る必要ないと思います。それだったら先ほど紹介した選手たちの誰かを取るべきだと思ってまして、であとは、エデルソン、アタランタのエデルソンですけれども、まあ、この選手もその馬力があって運べるっていうタレントではあるんだけれども、アタランタからこう旅立っていった選手ってこうよくある話だと思うんだけれども、他のチームにいた時に一気にこう活躍できなくなるみたいな話が結構あったりするんですよね。でそのジンクスが結構根深くあるような気がするんで、エデルソンに関してはちょっとどうかなって思ってるのと、単純にやっぱりそのチームとして整理されてるわけではないので、今のユナイテッドが、プレミアリーグにフィットできるのかっていうところもあるので、ちょっとどうかなっていうのと、でクアンティン・ティンバーに関してはアーセナルのね、ユリアン・ティンバーの弟ということなんですけど、能力はめちゃくちゃ高いんですよ。技術力も高いし運べるしね、高いんですけど、やっぱりユリアン・ティンバーがアーセナルに来て怪我したように、やっぱりプレミアリーグへのフィットってめちゃくちゃやっぱり難しいし時間がかかると思うんですよ。やっぱり世界一強度が高くて展開の早いリーグですから、そこにフィットできる可能性があるかって言われるとちょっとリスクを負うことにもなるし、当然フェーノールトからすると超がつくほど中心人物の一人であるので、金額的にも当然高くなるでしょうから、そのリスクを負う必要があるのかって言われたら、できるだけ安く取れる選手を取るべきだと思うので、ここは我慢すべきかなと思いますね。はい、まあこのあたりかな。まあボールを運ぶっていう特徴以外のところで選んでもいいっていうことなのであれば、まあ一時期名前見かけたシャビシモンだったりとか、あとは最近ちょっと名前ね見かけたんですけど、多分ないと思うんだけれども、アトレティコマドリードのコケとか、あとはパスカルグロスとか僕めちゃくちゃいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ彼もいいと思うし、あとはマティアスエンセン、過去にも一度話したんですけど、この選手も結構いい選手なんですよ。生っ粋のマンチェスターユナイテッドのサポーターなんで、あとバルセロナのねサポーターなんですけど、もうユナイテッド大好きな人なんで、まあ忠誠心もあるしね、ユナイテッドのためにハードワークしてくれるでしょうし、ボックスボックスで仕事できますから、まあ彼もいいかなと思うし、あとはデパウル、まあ過去にもね一度いいんじゃないかっていう話で出しましたけれども、やっぱりこうプレーの幅も広いし、エリアも広いし、ハードワークできるし、チームにこう必要なスピリットっていうところをね提供してくれるんでいいかなと思うし、あとはそうですね、まあ鎌田選手とかもやっぱり今ラツィオで試合に出れてないというか、まあ厳しい状態みたいなので、まあどうしても欲しいんだったらそういった選手を取るっていうこともありだと思うし、まあハビゲラとかもね人気銘柄ですけど彼もいいと思うし、あとはまあミランが出してくれるとは思わないですけれども、ティジャニ、ラインです、まあ彼なんかも面白いと思うし、あとはそうっすね、まあドルトムントが出してくれたらの話ですけれども、フェリックスヌメチャ、まあそれこそサンチョが大活躍してサンチョをドルトムントがもう買いたいみたいなことになるんだったら、フェリックスヌメチャをまあそのトレードの一部に含ませてみたいなこともできるんじゃないかなと思うので、まあ彼なんかもありかなとは思いますね。まあ8番に関してはこんな感じですかね。はい、で、続きましてセンターバックです。まあ本当に一番必要なところかなと思うんですけれども、直近の報道だと、まあ、デイフトの名前が上がっていたりとか、アントニオ・シウバとか、あとはレニオロとか、あとはブランスウェイトだったりとか、アラウホの名前も見かけたりとか、
してるんですけれども、まあ確かにね、狙ってるところはいいかなと思います。特に、デリフトとか、バイエルンでね、ツイッターでもつぶやいたんですけれども、あまり使われてないというか、ウパとキムがいたら彼らが軸なんですよ、トゥヘルの選択が。で、私はツイッターでもつぶやいたんですけど、デリフトを軸に僕は考えてほしいんですね。だけどトゥヘルがやっぱりフィジカル要素の強い選手ばっかやっぱ使うんで、デリフトが対談を望むのであれば、まあ、金額次第にはなると思うんだけれども、まあ、彼なんかすごくね、テンハグのスタイルを知ってる選手の一人でもあるし、まあ、リサンドロのこともね、まあ、一緒にやってたのかな、ちょっと一緒にやってたからちょっと微妙なんだけれども、まあ先輩後輩の関係でうまくできるでしょうし、まあリーダーシップも持ってる選手なんでいいかなと思うし。で、ブランスウェイトだと、まあ左利きで、まあ対人強くてスピードがあってっていう選手なんですけど、リサンドロが1列上がるやり方をできるのであれば、左のセンターバックで使うのはありかなと思うし、ただ金額が高いでしょうね。やっぱりエバートンがね、一番こう売り時というか、目玉商品として、まあ、商品という言い方あんま良くないか、一番人気銘柄として取り扱ってる選手なんで、まあ、金額が高いので、ね、その金額だったら他の選手取りに行くっていうのもありだと思うんですけど、でもまあプレミアリーグで見ている方からするとこの選手すごく評価してるでしょうから欲しいっていう方もいらっしゃると思うんで、まあ、彼なんかもまあありっちゃありですし、あとはアラウホに関しては、まあユナイテッドの場合だと、まあ、リサンドロとコンビを組ませれば、まあ、リサンドロがリーダーシップ発揮できるし、ラインまとめられるし、必要な動き提供できるんで、まあ、いいかなと思うんですけど、彼もすごく高いんで、いいかなと思うんだけれども、他の候補も考えておくべきかなとは思います。で、スカルビーニに関してはいい選手なんですよ。タッパもあって対応もクレバーでうまいし、右足のキックもいいもの持ってるんで、まあ、素晴らしいセンターバックなんですけれども、問題はプレミアにフィットできるかっていうところと、アタランタの選手なんで、まあ、そこのね、問題がちょっと乗っかってくるかなっていうところで、あとはクリステンセンの名前が上がってましたね。バルセロナの、僕はいいと思いますけどね。リサンドロ・マルティネスが使えない状況の時に左のセンターバックの控え任せるんだったら僕はいいと思いますね。まあ、クレバーだし、判断もそこまで間違えないし、リスクのあるくさびは絶対打たないので、ほとんど打たないので、まあ、その分こう保守的っていうね、捉え方はされるんだけれども、その分リスク管理してるんで、横パスが別に多いってわけじゃないから、こう狙われてるところに出さないっていう選択を取れる選手なんでね、なんでこの選手もいいかなと。安いでしょうしね。で、あとはそうですね、まあ、金額が高くても良ければマーク・グエイとか、あとはマックス・キルマンとか、あとはね、過去にも名前出しましたけどカラフィオリ、この選手欲しいですね。もうバイエルンであろうがユナイテッドであろうが欲しいですね。で、あとはルクミだったり、まあスフールスは3バックの真ん中とかやらせるんだったらいいんだけど、まあ、テンハグのスタイルだったらちょっとどうかなっていうところと、でボンジョルノもいい選手なんですけど、まあ、カラフィオリの方がいいかなと個人的には最近思ってます。でタプソバ、レバークーゼのね、まあ多分出ないと思うんだけれども、まあ、シャビアロンソがどっか行くっていうことになって、選手たちもチリジリになるっていうことになれば、まあタプソバなんかは本当にこう無駄な動きをしないし、過剰なリスクっていうのを絶対負わないので、コスヌよりも僕はタプソバ派なんですけど、まあ、彼もいいかなと思いますね。あとはラクロワ、ボルスブルグの右のセンターバックなんですけど、フランス人の、まあ、対人とか、まあ、右足のキックもいいもの持ってるし、あとは多少ねリーダーシップ性とかも持ってる選手なので、まあリサンドロがいるんでね、まあ、その2人が並べばよりいいものが提供できる可能性があるんですけれども、まだね完全に仕上がってる選手ではないし、
たまに状況判断ミスる選手なので、まあもう1年2年ぐらいボルスブルグで個人的には見たいので、もう少し待ってもいいのかなっていうのと、あとは僕何度も話してるんですけど、マルキーニョス、ケビン・ダンソーだったりとか、先ほど紹介したレニーヨロとか、この辺りをパリが狙ってるっていう報道が出てるんですよ。となると今シクリニアルがいて、リュカエルナンデスがいて、なおかつフレジネル・キンベンベと契約延長したパリなので、もしかしたらマルキーニョスを売却するっていうことを考えてるかもしれないんですよ。それこそチアゴ・シウバを売却したクラブなんで。なのでマルキーニョスがもし市場に出たりとか獲得することができるような状況なのであれば、もうユナイテッドに限らずバイエルもそうなんだけれども、もう全力で狙ってほしいんですね。100億かかっても全然いいです。もうそのレベルの選手なので、もう本当に素晴らしいセンターバックなので取ってほしい。まあこの選手に関しては過去にも何度も話してるんで、まあ、これ以上話さないですけど、まあ彼もそうだし、あとイナシオね、もう僕がめちゃくちゃ好きなセンターバックですけれども、まあ彼も高いですけども、その金額を払うだけの価値のあるセンターバックなので、まあ狙ってほしいし、あとはハンツコもねいいかなと思います。はい、まあこんな感じかな、センターバックっていうことになってくると。多分まあ相当優秀な選手たちが今季、終了後のタイミングと、まあ、1月のマーケットで動くかはね、まあ、ドラグシンが動いた時点ですごいね冬のマーケットなんだけれども、まあ、間違いなく来年というか来シーズンかの、まあ、夏のマーケットでは、センターバック系のキャラを、まあ、獲得できるシーズンになると思うので、マンチェスターユナイテッドは忖度なしでしっかりとチームのこの先にコミットできる能力を持った選手をちゃんと揃えてほしいので、まあちょっと前にも話しましたけれども、本当に必要だと、もう 100% ほぼ必要だっていうことを、もう9割以上のパーセンテージで必要だって言えるようなセンターバックだけを残してほしいなと。でそこにしっかりと今回候補に挙げた選手たちの中でそこにコミットできる選手を集めてほしいなと思います。まあ例えば今回候補に挙げた選手たちの中で、まあ、誰でも取れますよっていうことなのであれば、僕だったら、右のセンターバックに間違いなくマルキーニョス取ります。マルキーニョス取って、左のセンターバックにイナシオかもしくは、カラフィオリ、このどちらかを取りますね。まあ、ハンツコもいいですね。まあ、このあたりを取るかな。僕であればね。はい、そして続きまして、右サイドバックですね。右サイドバックに関しては、現状ダロトとワンビサカがいるので、取る必要があるのっていうところだと思うんですけれども、多分なんですけど、マイケル・オリースの獲得に向けて、クリスタル・パレスとワンビサカを含めたトレードの交渉を行ってるっていう報道が出てるじゃないですか。でこうなると右サイドバックのタレントがいないんですね。で特にテンハグの場合だとサイドバック系のキャラをそのままサイドバックで使うし、どちらかのサイドバックに人がいなくなったら逆のサイドバックそっちに持ってくるっていうぐらい、もうサイドバックはサイドバックっていう考えを、まあ、持ってる、まあ、監督なので、右サイドバック、まあ、ワンビサカが出ていくっていうことになると、やっぱりこう攻撃参加した時のやっぱりクロスの精度だったりとかタイミングとか質っていうところの向上を求めてると思うので、右サイドバックで、まあ、いろんなちょっと名前をね、まあ、考えてみたんですけど、候補を考えてみたんですけど、まあ、1月に取るっていうことはやっぱり相当難しいと思うので、多分取るとしても、まあ、夏になるかなとは思うんだけれども、例えば、菅原選手、まあ、リバプールも狙ってるっていう話が出てるみたいなんですけど、やっぱりすごくアグレッシブで攻守両面においてね、上下アップダウンしながら高精度なクロスを送り込めるんで、まあ、プレミアリーグへいきなりフィットできるかって言われたらね、ちょっと難しいところもあるかもしれないんですけど、まあ、ダロト軸でまずは使って菅原選手もそこに絡めていくっていうことができれば、いいのかなと思うし、多分金額もそこまでかからないと思うし、本人も、まあ、先日のアベーバのねテレビでコメントでも出してましたけれども、ビッグクラブで、まあ、プレーしたい、チャンピオンズリーグでプレーしたいと言ってますんで、まあ、チャンピオンズリーグをちょっとね来季ユナイテッドが提供できるかわからないですけれども、まあ、ユナイテッドからのオファーが
来れば前向きには検討してくれるでしょうから、オファーを出してもいいのかなと。そして続きましてラレアルのアマリ・トラオレ、久保建英選手とね、コンビを組んでいる右サイドバックの、20後半ぐらいの選手かななんですけれども、本当に頭のいい選手で、もう無駄なランニング全く提供しないんで、必要なランニングをしっかりと状況に応じて提供できる頭のいい選手なんで、アントニーだったりとかガルナスだったりとかいろんな個性をね右に置くことが最近多いので、そのキャラクターに合わせたランニングができるこの選手を取るのはすごくいいのかなと思います。あとはインテルのドゥンフリース、フィジカル面だったり推進力とか、あとは高い位置で張らせてターゲットマンにもできるっていうね、単純な身体能力の武器もあるんで、彼なんかもアヤックスというかね、テンハグ好みの選手だと思うのでいいんじゃないかなと思うし、あとはフィオレンティーノの右サイドバック2枚、カヨデとドド、この2人もやっぱり攻撃力相当高いし、より器用さを持ってるのはカヨデだと思うんですけど、ユナイテッドからのオファーが来ればね、来てくれるんじゃないかなと思うので、この辺りもいいかなと思うし、あとは超人気銘柄ジェレミー・フリンポン、彼も当然そうだし、あとはアウレリオ・ブタね、フランクルトの右のウィングバックの選手ですけれども、推進力、右足のキックと、本当に素晴らしい身体能力持ってる選手なんで、彼もいいかなと思うし、あとはもうめっちゃテンハグが好きそうだなって思うのはハキミね。エンバペが、マドリーとかどっか行くっていう話が出てるじゃないですか。で、マドリーってカルバハルも年齢重ねてきてるんで、もしかしたらエンバペ取ってなおかつハキミまだ戻すみたいなこともあるのかもしれないんですけど、その仲のいいエンバペが退団していって、自分もマドリーに戻るっていうことができないみたいな状態なのであれば、ユナイテッドが全力でオファーを出しに行ってもいいのかなと思います。あとはアレクサンダー・バー、ベンフィカのね右サイドバックの選手、この選手もね、相当攻撃的なんですけど、彼もいいと思うし、あとはテゼ、PSV のね、身長が高くて右足のキックが正確でみたいな選手がいるんで、彼なんかもいいかなと思いますね。はい、あとはそうだな、タイプが違っても良ければ役割もちょっと変わるんですけど、良ければジローナのアルナウ・マルティネスとか、僕がめちゃくちゃ好きなナポリのジョバンニ・ディロレンツォとか、あとはね、そろそろステップアップしてもいいんじゃないと思ってる、ライプツヒのモハメド・シマカンとか、ルトス・ハレル・ヘールトライダーに関しても同じかな、もう間違いなくステップアップしてくる選手なので、彼なんかも取りに行ってもいいかなと思いますね。はい、ただ、テンハグのスタイルに合うっていうことになると、最初に紹介した選手たちの、いずれかになるのかなとは思いますね。はい、ということで、最初に発表しましたが、補強の4ポイントで、挙げていたポジションの、選手たちの候補については以上になります。ここからはですね、直近のユナイテッドの、報道だったりについてちょっとお話をしたいんですけど、全然、ポジションさっきの4ポイントと違うんですけれども、一部の報道で出ていた獲得の報道なんですけれども、現在スポルティングに在籍しているモルテン・ヒュルマンドという選手の獲得に乗り出しているという報道が出てます。去年まではスペツィアかな、イタリアでプレーしていたかなと思うんですけれども、本当に守備の強度が高くて、こう粘り強い守備も提供できて、フィードもどんどん良くなってきているっていう、バランサー型の、守備的ミッドフィルダーなんですけれども、やっぱりそのカゼミロが高い位置に参加することで最近才能開花し始めてるんで、カゼミロが高い位置上がる分低い位置でその守備的な役割になる選手、多分マクトミネにその仕事をね最初は任せたかったと思うんだけれども、彼もやっぱりそこじゃないっていうことがねもうはっきりしてるんで、メイヌーがそこね多少担いはするんだけれども、やっぱり年齢が若くてまだ体も完全に仕上がってない中で、稼働率が高くなってしまうとやっぱり怪我のリスクも高まるっていうことで、ホイルンドじゃなくてヒュルマンとかを、取るんじゃないかっていう報道が出てます。彼もデンマーク代表だし、エリクセンがいるし、ホイルンドもいるしっていうところで、
まあ、コミュニケーション面は多分問題ないでしょうし、代表のところでね、まあ、お声をかけるということもまあできると思うので、まあ、スポルディングからしても、ウガルテがね、出ていった後にすぐ取ってきた選手で、すぐフィットしてる選手なんで、簡単には出したくないと思うし、売るならね、金額つけてくると思うんで、まあ、ちょっとどうかなって思うところもあるんですけど、まあ、テンハグがどうしても求めるっていうんだったら、まあ、取ってあげてもいいのかなっていうところはありますかね。はい。そして、まあ、補強の話題ではないんですけれども、まあ、すごく嬉しい報道を目にしました。皆さんもね、ご覧になられたかなと思うんですけれども、ラトクリフがですね、マンチェスターユナイテッドの、サポーターズクラブの、まあ、幹部の方々だったりとかと、まあ、意見交換をしたみたいな、話が出てました。まあ、自己紹介したりとか、まあ、クラブのこれからについてとか、そういったことがまあなかったので、グレイザーの元だとこう全くなかったものが、もう早速、もうここ数ヶ月で行われているということですから、まあ本当に嬉しいですね。やっぱり我々の声を聞いてくれる、サポーターの思いを聞いてくれるっていうのはすごくありがたいことだし、こう汲み取ってくれるっていうのはすごく嬉しいし、我々の声をちゃんと聞いてくれるよっていうね、まあ、証明だと思うので、まあこの新たな新時代のマンチェスターユナイテッドの、まあ、作り上げていくね、中心となる、まあ、人物ですから、まあ、すでにね、来季から投資も始まるっていう話で、まあ、進んでるみたいだし、補強候補だったりそういった担当官っていうのもね、またこれからつけていくっていう話になってるみたいですけれども、まあ、本当に一日一日ごとにこうユナイテッドの報道を見てますけれども、本当にユナイテッドのためにもう全力を尽くしてくれてるなっていうのがもうひしひしと、まあ、伝わってくるので、まあ、グレイザーに本当にもうね、ラトクリフの爪の赤でもね、こう煎じて飲ませてあげたいなって思うぐらいの行動を本当に取ってくれてるなと思います。はい。ということで、以上になります。はい。ここ最近ね、ちょっとユナイテッドの、まあ、ラジオちょっと多めに投稿はさせていただいてるんですけれども、これはね、やっぱり私が応援してるクラブだっていうことがあるので、まあ、ちょっと回数的には多くなってしまうんだけれども、やっぱり他のクラブの、遺跡の話だったり動向っていうところでまた、大きな話が出てきたりとかすると、またラジオ収録してお話もさせていただくので、興味のある方はまたそちらもね、聞いていただければなと思います。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram やってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。